皆さんこんにちは、ウェルシティです。ダタンソフトのパズルゲーム日焼けの思い出プラス日めくりを毎日プレイしてます。今日は2023年9月6日、9月6日はチェム2の発売日、発売から22年です。このゲームは1月1日から始めて249日目ですね。始めましょう。さて次回はついに出撃する新ユニット、うなる必殺武器、そして戦いの果てに残るものは、次回セガサターンスーパーロボット対戦 F にスイッチオン。キャンペーン実施中。いや、昨日は大変でしたね。結局もう今日のうちに、まあ僕が仕事行ってる間に手術できる病院へのもう転院も済んでいて、もう手術もすぐ行われるみたいですね。ちなみに転院した病院は、僕が5年前に右手首を骨折して手術入院したところと同じところですね。まあうまくいってリハビリもちゃんとできて帰ってきてほしいですね。どこですかこれは。揺れないでください。さて、今日の右画面まだ撮影してないんですよね。昨日のあれなんで、すぐにちょっと用意できなくて、またアップロード時間がずれ込むかもしれないです。ご了承ください。ところでなんで おとといのロボット魂のザク2はあんなに伸びてたんだろうな。不思議です。個人的にはモビルアーマーの時にもっと伸びてほしかったんだ。一応もうモビルアーマーもほぼ終えたので、今日から観戦のシリーズなんですけど、まだ撮ってないです。とりあえず一巻だけでも撮って感じになれてます、なると思いますけど。じゃあもう早速紹介いきます。本日紹介するのは、機動戦士ガンダムに登場した地球連邦軍の宇宙戦艦マゼランです。まあマゼランタイプの1号艦マゼラン。マゼランの一般タイプはサラミスと同様なスミレ色をしてるんですけども、明灰配色みたいな。こちら緑の戦艦ですね。まあテレビシリーズではワッケインさんが乗っていたことが有名ですけども、まあテレビシリーズの4話のコマーシャル前の一言、マゼランを出撃させるという曽我部さんの声が聞こえてきそうです。まあただ多分この1番艦だとしたら、あれですよね、ホワイトベースの手法でもうぶっ壊れてしまったやつなんですよね。こちらは1200分の1で500円ですね。今だったらこのモデル500円じゃ買えないと思います、ね、で、こちらに大気圏突入カプセルじゃないな、なんて言ったっけ、それが取り外してきます。まあコムサイと同じタイプのものですよね。まあこれ分かりにくいですけども、蛍光色で塗ってあります。ブラックライトを当てれば光るようになってます。でビグザムに塗った色とも同じ色ですね。蛍光グリーンとかと混ざった色になってます。まあマゼランは戦艦としては、まあ実はそんなに大したことなくて、
この巡洋艦のサラミスの方が非常に優秀な艦だったので、後々ずっと使われるんですけど、それはまたサラミスの時に話しましょう。まあ、何しろモビルスーツの収容能力がないですからね、この頃の連邦軍の船は。本日紹介したのは地球連邦軍の戦艦マゼランでした。はい、まあ結構かかっちゃってますね。しょうがない。また明日ね。根性一中魂ひらめき内決究極のもの。セガサタンで行くぜ。スーパーロボット対戦 F 完結編。結局昨日というか、まあ今日なんですけども、4時半ぐらいまで起きてました結構な寝不足なんですけどね。まあ いつもは寝不足なんですけどいつもよりもさらに寝不足って感じになってますね。まあなんとかコーヒーでも飲んでもうちょっとだけ起きていようと思います。それではまた明日お送りします。ありがとうございました。 Twitter のお返事も書かなきゃいけないんだよな。本日紹介したのは、機動戦士ガンダムに登場した輸送機、ミデアでした。